皆さんこんにちは、台湾で自宅隔離検疫、14日間の自宅隔離検疫を受けている、黒岩といいます。本日は私の自宅隔離検疫13日目、2020年3月の31日になります。本日も、台湾の最新感染情報、発表がありますのでお伝えします。ここが、ね、改善したいのでちょっと待ってくださいね。これ戻して、3月31日の改善、感染情報です。16名増えてしまいました。16名のうち、14名が海外から、2名が国内でした。国内、若い、大学生の方が感染してしまっているそうです。その学生の友人であるだとか、いわゆる濃厚感染者と言われる人も隔離に入っているという情報が入って、その学校の一部が、閉鎖措置を取られているという情報がありました。はい。昨日8名減ったのかなと思ったんですけど、やっぱりそんなに甘くないですね。16名増えてしまっているという状況です。はい。で今日は、ワンポイント中国講座とかもあったんですけど、今日は、こんな記事が BBC の方で上がっていたので、ちょっと気になって、アップデートしてみました。はい。Why Taiwan has become a problem for WHO っていう話なんですけれど、ここで私はまず話を始める前に言っておきたいのは、 WHO がどうだとか、その中国の関係だとかどうだとかっていうことを論じるわけじゃありません。私が言いたいのは、この記事の中にもあるんですけれど、台湾という言葉を、メディアの方がですね、メディアの方が WHO にインタビューしたときに、台湾という言葉を使ったときに、質問される側の WHO の人がですね、固まってしまうんですよ。もう何も喋れなくなっちゃう。本当にスカイプのインタビューなんですけど、スカイプが壊れたんじゃないのっていうぐらい、こう何も喋れなくなっちゃうんです。はい。そういう状況なんです。で、ここで、さっきも言ったんだけど、そこで僕は WHO をうんたらかんたらっていうわけじゃなくて、でも WHO だとかそういうところの協力体制のないものと扱われているにもかかわらず、台湾という国が防疫検疫体制をしっかりして今平穏を保てているかっていうことに注目したいと僕は思っています。僕はそういうことを考えるべきだと思っています。でWHO が、やっぱり中国と強い関係にあったりするっていうことはさておき、台湾はやっぱりこういう国連と同じような大きな組織に入ることができない、人口が2300万人から2400万人という人口を抱えているにもかかわらず、国として扱われないような、なかなか難しいところがあります。にもかかわらずこのような状況にあるっていうことを話していきます。で、日本ではね、強いリーダーシップがあるだとか、IT 大臣が素晴らしいから、この台湾の安定が保たれてるんだっていう方もいらっしゃるし、それ以上突っ込んだこと話をされている方もいると思うんですけど、ちょっとそのあたりは、ピントがずれていて、本来、私たち日本人も含めて考えなくちゃいけないことだと思うのは、要は危機感、大陸との関係であるだとか、香港で去年から今まで起きていることに関してこともあって、やっぱり緊張感を持って日々、台湾という国がこう日々存在をこう続けているっていうこと、そういう意識が国民に浸透しているっていうことがやっぱり大きいと思います。要は緊張感があるんです。はい。緊張感があるがために、やっぱり政治参加であるだとか、投票率の高さとかがあります。それに支えられているから、ある意味強権的な活動であるだとか、やっぱりこう中央集権的な強い決断が、トップもできて、そのトップに対してこう、国民バックアップするっていう体制ができているんです。はい。で、今はもう皆さんご存知の通り、世界中が緊張状態、今まで経験したことのない状態にあります。いわゆる、ピンチな状態というか、要はまだそれが発動されていないとはいえ、緊急事態ということは間違いないです。で、台湾が強いのは常に緊張状態にあるからなんです。はい。で、これには言えるのは、大陸と台湾が90年代にすごく緊張したときに、クラス30人とか40人ぐらいのクラスだと、10分の1、3人とか4人とかが海外に移住してしまったり、移住せざるを得ないような緊張があったり、そういうそのリアリティの中で生きている国なんです。うん。
それをなしに IT 大臣がすごいから、蔡英文のリーダーシップがすごいからっていうそこだけを切り取って話をするのは、そこからの学びは全くないんですね。なので、なんで蔡英文が選ばれるのか、IT 大臣が選ばれるのかっていうところに、我々日本人はいろいろ着目して考えていくべきなんじゃないかなと、私は、今の台湾の状況、そして海外で、ヨーロッパで起きていること、そしてその間にいる日本で起きていることを見て、聞いて、感じます。はい。要は、自分たちで決めなくちゃいけないんです、台湾は。はい。ちらっと出てしまいましたけど、自分たちで決めなくちゃいけないんです。頼れる人がいないし、頼れるリソースもない。うん。その分、良くも悪くも、文句を言うやつも、ぶーたれる人もいない。すべて自分で決めなくちゃいけない。国際関係っていう中では、緊張のある国際関係っていう中では、やはり頼れる人が少ない、もともと少ないっていうところに台湾は位置しています。はい。がゆえに、その緊張感が保たれることによって、今の、台湾の中に入ってしまえば、安定した子どもの笑顔が公園から聞こえてくるような状態を保てていると僕は思っています。はい。で、ちょっと自分で決めた時っていうのはなくなっちゃったんですけど、自分で決めた時ね、その79% のこの国の政治参加だとか、緊張感だとか、そういうことがある中で暮らすっていうのはある意味大変ですよ。何が起こるかやっぱりわからないっていうことが、のほほんとしていられる時間がやっぱりないっていう国とも言えるから、それは大変なんだけど、やっぱり自分で決めた時、人生や所属している家族、所属している家族、それが自分のものになると思うんですよ。やっぱり自分が政治参加したり、自分の考えを何かに反映しようと組織に働きかけたり、組織の中でその行動をしたりすることによって、やっぱりその人生もその組織も、例えば家族だってそうだと思うんですけど、自分のものになると思うんですよ。はい。要は単純に本当にさらに細分、このブレイクダウンして本当に自分の個の単位にすると、自分で決断したとき、自分で決心したときに、人生は自分のものになるんです。それが少しずつ積み上がって、ソサエティの単位になって、国の単位になって、こう出来上がっているのが、台湾のすごくいいところです。我々が学ぶところです。台湾にだってもちろん任せてぶーたれるような人たくさんいます。でも、やはり投票率 79% というところに現れているように、その参加して自分たちは、の社会を自分たちで作っているっていう意識は強い。それをやっぱり、それを含めて台湾の IT 大臣だとか蔡英文のリーダーシップとかを考えるべきなんじゃないかなと私は思います。はい。でとはいえ日本もすごく厳しい状況なので、とはいえね、決断できない時とかがあると思います。本当に決断できない時が、それに加えて今でさえ決断するとかなかなか難しいのに、またね、また大波だとか、もう何度もこう煽るようなことは言いたくないんですけど、そういう時のためにもやっぱりもう小さなことから自分で決めて判断して日々暮らすようにしませんか。はい、そういう時代だと私は思います。はい。今日はそんなところです。あと30時間もすれば、マスクは外さないですけど、外に出て、何か行動ができるような日々が来ます。13日間、あっという間でした。この動画をアップしたり、日々やることが意外とあって、読書の時間がもっと取れるかなと思ったけど、やっぱりそんなことできないですね。日々暮らして、新しいことに挑戦しているうちにあっという間に過ぎてしまいました。はい。なかなかいい経験になっていると思います。で、明日、この自己隔離動画っていうのは、日々送るのは明日が最後になると思います。明日どんなこと話そうかな。皆さん大変な状況ですけど、頑張っていきましょう。自分で考えて自分で決断して人生を自分のものにしませんか。はい。それでは、今日はこんなところです。また明日お会いしましょう。さようなら。